ある男に連れられ訪れた裏カジノでカイジが出会ったのは究極のモンスターマシン、人食い沼。出そうで出ないってそもそもあるのかよ、誰かこの台で勝ったことは。それがある。この10年で2人、この店じゃ達成者と呼んでいる。たった2人？いやいや、たった2人でも出血大サービスだ。店からすれば、この裏カジノ内にある他のパチンコの出玉は100打って50か70の返しにコンピューターでコントロールされている。だがこの沼に限り100打てば100返し。そこまで客が永遠と打ち込んできた足元の玉、当たればそれが全返し。今ならば5億。4000円で借りた玉は4000円で返ってくる。等価交換、明白な100返しだ。いや、それ以上かもね。それ以上？馬は一度出てしまうと客の旨味はなくなり誰も勝負しなくなる。そこで3億分の玉が貯まるまでは店側がその3億を請け負うシステム。玉が貯まっていない時点で当たりが出れば店は丸損、完全な持ち出し。おいおい、よせよ。この手のカジノが収益の見込みゼロ、下手すりゃ持ち出しなんてないよ。置いておくはずがねえだろ。わしもそう思う。カジノ側に必ず収益はある。考えられるのは2つ。客にわからない程度にあの沼から少しずつ玉を抜く。でなければあの2人が絡んでいると見るべきだろうな。あれがさっき言ったこの10年でこの沼から玉を出した2人、達成者だ。利根川、兵藤。右側の男はつい1年前に15億、左のじいさんは5年前に30億。この2人が店側と通じていたと考えれば話は早い。一番合理的な回収の方法だ。なるほど、そういう話か。そいつは偶然出たんじゃない。明らかに店の意思、つまり接待パチンコ。